CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。今回もじっくり学ぼう日本経済、情熱司先生とともにお送りしていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お帰りなさいませ。はい。なんか壁の中にいたって噂ですけどいやいや、もう降下してたんですかはい、ちょっと見守ってました。見守って、はい、そうですか。なるほどね。和谷宗平さんという方が、和谷宗平さんがどっからともなく現れる、北海道からご覧になったんですけどね、はい、非常に元気な方で、あんまりでもアニメ見てなかったですね。そうですね。もっとアニメ見た方がいいですね。あのでも僕の大変さをよく分かってくれたと思います。本当に教養ですからね、アニメは。日本人は「源氏物語」読むのと同じような感覚で見てもらえればいいかなと思うんですけどね。もう本当見過ぎですよね。子供の頃ずっとアニメ見たんですよ。あ、そうなんですか。この間兵庫県立美術館の大河原邦夫先生の展覧会行った時に全部見てましたよ。ガンダムまでは多分全部見てた。でガンダムから見る系統と見ない系統が分かれたんですよ。ガンダムのところでその、いわゆるリアルロボットアニメ路線っていうのが出てきて、でちょっとこう高学年というかね、年齢層上の人でも見れるようなちょっとこうドラマ性の高いこうアニメと、もっと子供の方にこう完全懲悪色を詰めたのと分かれるんですよ。こっちをもう見なくなってて、完全こっちでしたね。こっちはどんな、例えばガンダムの後だからダグラム、それから一応マクロスとかも一応入るのかな、最初のじゃまだギターを持つ前のマクロス、ギターを持ってからちょっとおかしくなっちゃうんですけど、とか、まあそれこそ一応ダンバインとかザブングルとかもそうなんですけど、究極はやっぱボトムズですよね。シュールな究極ですね。そっちの方向にこう行くと。で今は割と大人の人が見てるような広角機動隊みたいなリアル系のやつがみんなそっちで分かれてきた方ですよね。逆にまあ子供向けっていうのはおもちゃの会社がスポンサーするやつで基本的にあると。やたら兵器が更新されてですね、おもちゃ売れるようにこうね、今仮面ライダーだってこうなんかフォームが変わるんでベルトも何種類も出ますからね。昔子供いっぱいいたんでね、ベルト1種類でよかったんですけど、今ねなんかこう3回ぐらいフォームチェンジして1人の子供にベルト3本買わせるみたいな戦略になってますからね。はい、まあそれはいいですけど、すみません。今日はですね、財政均衡主義について。はい。今問題になってるんですね。ね、そうなんですけど、まあ財政均衡主義って何かというと、まあ要はその借りたものは返すのが当たり前だという素朴理論をベースに、まあ国家財政を語ってしまう愚か者の話ですね。はい。まあ借りたものを返すと当たり前なんですけど、いつ返すかっていうのが問題なんです。はい。でまあ、前にも何度も言いましたけど、まあ、国の、ね、財政を家計に例えると、まあ、お父さんは永久に生きてるわけじゃないですか、若いまま、でそのお父さんが働きながら返せばいいんじゃねっていう考え方でしょ。それをなんかお父さんがさも80歳で死んじゃうかのような嘘を言ってね、80年以内にこの借金はゼロにしなければ日本が滅ぶんだみたいなこうプロパガンダにつながっていると、まあこれ学問的なというか、まあ、いわゆるこう定義上財政均衡主義とはちょっと違うんですけど、まあ、そういうプロパガンダに使われているのはこの財政均衡主義です、悪いことじゃないですよ、赤字が増えないように、黒字もちゃんとねしっかり出しましょうと。だから歳出もねいらないものはカットしなきゃいけないし、ね、重点配分しましょう。いいことなんですよ。いいことなんですけど、それは結局原理主義に触れてしまって、しかもその経済の掟とはもう全然関係ない、もう国が80年で死んでしまうかのようなこう嘘800でやってるんだったらこれは問題だよということなんですね。で今その財政均衡主義が、まあ、最も端的に表れているのはその消費税増税問題ですよね。この放送する頃には下手すると決着してるかもしれないんですけど、まあ、消費税増税問題って何かというと、まあ、要はその歳出が増えすぎて借金もとても多いので、とてもこれを返せるような気がしないので増税をして税収を増やすことによって借金をねすぐに返しましょうみたいな話なんですよ。で彼らはそのまあ消費税を増税するとね、さも借金がすぐに返せるかのような、ね、国の借金ですけどね、国の借金でしたけどね、政府の債務ね、政府債務がさも減り始めるようなことを言うんですけど、実際にはすごいビビたるもんで、1000兆円に対してその増収っていうのはまあ数兆円なんですよね、まあ3兆円とか、ね、5兆円とかいうすごいしょぼいレベルの話で、しかもその税収増収した分だけその歳出も増えるような計算してるので、実際にそのまあ債務の返済に当てられるのは1兆円ぐらいなんですよ。そうしたら1000年かけて返すんですかって、金利にもならねえよみたいな、全然わけわかんないんですよ。本当にその、まあ、国の債務をねある程度コントロールして減らしていこうっていうのとはあんまりなんか関係ない話なんですよね。でむしろその増税することによって景気は悪くなるし、景気が悪くなれば税収減りますからね、結局その財政均衡主義にも反するんじゃないかみたいなこう疑問があるんですけど、そうするとなんかで借金どうするんだとか言ってこう逆ギレして議論も許さないみたいな、まあそういう形に今なってますよね。そのまあベースにあるのは財政均衡主義という考え方で、まあとにかくその経済を倫理で語ることの一つのバリエーションですね。ギリシャ人が怠けてるっていうのと同じ論調で借りたものを返すのは当たり前だと、これは経済の話じゃない、倫理の問題なんてもう開き直って言いますからね、あいつはね。この手のこう、まあ、僕らみたいなこう経済評論なんかしてる人たちでも、まあ、これはもう経済の問題じゃない、借りたものを返すなんて価値観の問題なんだ、美学なんだ日本人のとそれを返さなくていいなんて言ってるこう常念とかなんとかあの辺のやつらは頭おかしい感覚がおかしいみたいな、そうこう人格批判みたいな、はい、そういうふうになってくるんですよ。うん、だからそれのまあいい口実としてこれが使われてて、はい、まあ確かに借りたもの返すのは当たり前なんで、まあそうなのかなと。こんな偉い先生が繰り返し言ってるんだから本当かなと思うと、まあ、実はとんでもない嘘だということですね。まあでもたとえ本気でそれを言ってるんですかね。というのはほら、はい、一説によればやっぱり予算を組むのにはなんかこう財源の裏付けが必要なので、はい、消費税上げるって決まれば新たな予算が組めるという、そうですね、そういう裏心というか、もちろんその通りで、はい、なんていうんでしょうね、いろんな利害があるわけですよね。はい、で特にそのまあ増税したい、つまり税率を上げたい人っていうのはどういうまあ意図があるかというと、まあ、国の法律がちょっとおかしくて、何か歳出をする時にはそのこう税率何かの税をそのまあ財源として示さなきゃいけないと、はい、何々税何%分をこの歳出に当てますみたいな、こう税率との一対一関係が取られなきゃいけないんですね。はい、でこれ高橋洋一先生が書いてるんですけど、実際にそれじゃあ増税して税収減っちゃって、そのまあ割り当てたものの税収上がんなかったらどうするんですかってなると、どうなると思いますこれ。いや、わからないです。歳出できないでしょ、はい、赤字国債出すらしいんですよ。あ、結局赤字国債、そう、その時赤字国債出していいらしいの、はい、わけわかんないでしょ。結局同じことですね。同じことですよ、はい、全然財政再建にならないこと分かっててやってるんですよね、はい、という革新犯的な人たち、まあ、利害関係者、まあだから予算組むための、はい、まあ方便として増税を利用すると。そうそうそう、だから税収なんか上がっても上がんなくてもどうでもいいと。そうじゃないと、ルール上税率を担保しないと歳出できないから、はい、歳出したいんで税率担保しますと、うん、税収上がるかどうかそんなの知りません、上がらなかったらどうせ赤字国債出していいじゃないですかみたいな、超無責任ですよね。はい、そういうやつらが将来に月を残さないみたいなね下り顔で言ってるわけですよ。うん、嘘つきでしょ、うん、コミンテルンでしょ、許せないですよねでも本当国民のためになってないですよね。それは国民のためじゃなくて自分の生活が第一ですからもちろん、はいはい、そういう党もありましたよね。うん、小沢の生活が第一でした。国民の生活が第一。はい、そんな党ありましたよね。はい、はい、まあそんなありましたけど、はい、まあ自分の生活が第一で、まあ、歳出権をまあ増やしたい、はい、権限を増やしたいっていうまあ一部の利害関係者がいる。はい、A、うん、次、その利害関係者の周りで、まあそのおこぼれに預かって生きている連中がいます。まあ旧御用学者と呼びましょう、はい、あえてね、旧御用学者の連中がコロ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 変えながら自説をね、はい、こう政府に突き従っていくわけです。ついこの間までは金融緩和したら金利が上昇して、国債金利上昇して、ね、財政破綻だ、はい、ね、国家破産だって言ってたのが、金融緩和しても何も起こんなかったんですよ。はい、で最近はね、消費税の増税を延期するとね、金利が上がるらしいんですよ。おかしいな、この間上がんなかったのにって感じなんですけど、うん、でそれで上がって、でそれでなんか国家破産するんだって、はい、面白いみたいな感じなんですけどまあそんな感じですよ。だから手を変え品を変え、ね、まずその本当直接利害関係者、それからその周りにいるそのおこぼれで食ってるやつが、はい、でそのおこぼれで食ってる、まあ、旧御用の周りにいる、あ、まあその旧御用と同じポジションにいるのがマスコミですね。はい、これもまあおこぼれですよ。記者クラブでおこぼれ食ってる連中で、これに騙されちゃうエリート無謬説みたいなのを信じてる人、はい、新聞記者のようなね、とっても頭のいい人が書いてるんだったら、ね、やっぱり財政破綻本当なのかもしれないと、うん、ね、これはちょっと痛みあるけど、まあ、3% だから、ね、100円で考えたら3円ぐらいだから我慢しようかなと、うん、痛みも耐えることも大事だよねみたいな、これ倫理で語っちゃうんですよ、はい、これがやっぱりいけないな。でも今でこそこうやってネットとかですよ、はい、雑誌とかでまあ先生の方々がそういうまあ逆説をですね、はい、理路整然と述べてくださるので、はい、我々も考える選択肢ができるんですけど、はいはい、つい一昔前までそういう方法がなかったじゃないですか。カウンターパンチを打つ方法が。だからみんな誘導されちゃって、対米開戦やむなしとかね、はい、言ってまあね、まんまとコミンテルンの策略に乗っちゃったわけですよね。まあ別にね、コミンテルンがすげえ力がすごい強くてね、もう万能で全てをコントロールしてたとはあえて言いませんよ。あえて言いませんけど、でもそのまあなんて言うんでしょうね、こうぐらぐら煮え立つところに塩入れるともっと沸騰するじゃないですか。はい、その塩ぐらいの役割は絶対果たしてるんですよ。うん、だってそれはもういろんな文献出てるし、はい、アメリカの政府の部内にもいっぱいいるし、日本でも実際に工作やってましたから、ね、はい、うん、そういう連中はだからそのまあマスコミっていうごく一部のね、まあ、関わってる人間ごく一部ですけど、そのごく少数の人間をうまく洗脳したりとか、うまく誘導したりとか、うまく自分たちの考え方にこうシンパシーを持つように、まあ、うまく工作できれば、世の中全体のそこでこうレバレッジがかかって、はい、その何千倍何十倍という人間を、まあ、間違った方向にぐわーんとこう舵を切らせることができるということに気づいたんですよね。うん、イギリスで、発見されたというかイギリスに持ち込まれたミトロヒン文書っていうのはまさにそれが詳しく書いてあって、マスコミのどこを工作していいかってことを、彼らは、社会主義陣営ですね、旧東側陣営っていうのはかなり精密にやってたんですよね。でその中でやっぱ彼らもバカじゃないですからこうロジックを言うわけですよ、いろんなね、平和が大事とか、ね、人権が大事とかね。その中に財政均衡主義ね、借金をね将来世代に残すなってもこういろんなこうそういうきれい事が入ってくるわけですね。でそのきれい事がいわゆるこう原理主義的に設計主義的になっていくともうやつらの思うつもりなんですよ。でそのきれい事はきれい事で半分合ってる時もあるので、逆にその工作やってるやつを使っていい方向にまで途中まで持っていっていいと思うんですよ。でも最後の最後のところはそいつらはしご外して、やっつけなきゃいけない時もあると思うんですね。でこれは実は人民戦線モデルというふうに僕は呼んでいて、レベル脱却前にねずっと訴えてたんですよ。増税反対という点に関してはおそらく左翼連中も増税反対は賛成だろうと、増税反対賛成というのはちょっと分かりにくいですけど、増税は基本的に反対だろうと、庶民をこれ以上苦しめるのかと、ただでさえねこんな景気が悪いのにと、だからやつらを増税反対っていう点だけではね、他のイデオロギー主義主張は全然違っても、増税反対っていう政策だけでは一致するから、ここで国民運動的にやろうよってことで左翼も巻き込んで民主党政権にねこうガーッと攻撃しようっていうようなことを私は実は言ってたんです。でこれ人民戦線モデルっていうんですよ。民族解放とかね、なんか一個だけテーマ作るんですよ。ね、例えばその、中国大陸をアメリカ資本に渡してはいけないとか言って、コミンテルの手先のくせにいやコミンテルの手先じゃないと、もうごくごくその農民のために頑張る一武装勢力なんでございますとか言ってアメリカ騙して、中国共産党はアメリカから大量に武器をゲットしたんですけど、そういうことはやるわけですよ。一時的に一イシューだけで、とりあえずイデオロギー対立とか全部なくして、合体しましょうということをやるので、反対にこっちが仕掛けてもいいと思うんですよ。財政均衡主義っていうのを当然手玉に取れて、将来的にそのツケを残さないためには税収を上げていかなきゃいけない。税収を上げるためにはね、税率を上げれば税収が上がるなんて単純な問題じゃないんだっていう素朴理論をこっちから投げていったりできるんですよね。そういうのをこう常にこう切り返しカウンターでやりながら、規律崩していかないと敵もどんどん弾打ってきますから、なかなか大変なんですね。で私は今だからいろんなこういうね CGS とか、チャンネル桜なんかも出てニュースの話するのは、そこでこうカウンターでこうやり返すためのいろんなこう、情報部からのこのですねニュータイプ部隊司令部がね情報部を通じて収集した情報を、書いて、渡してると。昔戦前ですね、戦前というか戦中ね、堀江蔵さんという大本営の情報参謀がいらっしゃいまして、大本営参謀の情報戦記というね、涙なくしては読めない本書かれてるんですけど、硫黄島とかで立てこもって戦う戦法あるでしょ、あれ敵軍戦法早分かりっていうそのね対米なんていうの戦闘マニュアルみたいなのがあるんですよ。聞きました。それ作ったのが堀江蔵さんなんですよね。そういうインテリジェンスをきちっとやってた人もいるんですけど、上層部がね、というか政治前流蔵がアホでね、もう情報全部握りつぶして、ボコボコになっていくわけですけど、そういうことですね。だからその堀さんみたいなことを僕はやりたいと思って、今はねこれ戦争みたいなもんですから、情報戦攻略戦ですけど、そういう中でこう敵が一番困るような爆弾、特殊弾と言われてますけど、そういうの配りまくってみんな撃てと。でこの間時事通信撃ったらもう直撃しちゃったんですよね。あの事件ですね。航行不能にねなりましたからね。そういうこともありまして。だからそういう風に見ていかなきゃいけないんで、財政均衡主義っていうのも手玉に取れますよ。逆にね、税収を増やしたい、財政再建賛成ですと、だから税率を上げたらダメなんです、今上げたら税収減りますよということですよね。税収減るっていうのは多分誰もグーの音も出ないはずなんで、反論できないはずなんで、実際過去にねそれで税収下がってますからね。で今マスコミの論点もちょっとそっちに向きつつあるので、今この話今って言ってるこれ放映する頃よりはだいぶ前だと思うんですけど、そっちに行きつつあるので、結果的にいい方向に行くかなとは思いますけどもね。そんな感じでございます。どうも分かりやすい説明ありがとうございました。CGS をご覧の皆様に公開収録のお知らせです。10月27日日曜日、2本立てで公開収録を行います。夕方4時から宮脇純子先生のじっくり学ぼう日韓近現代史、夜の7時から倉山充先生のじっくり学ぼう日本近現代史、倉山先生には2本撮りでお願いしたいと思っております。倉山ファンの皆さんにもたくさん来ていただきまして、公開収録を盛り上げていただきたいと思います。会場はこちらに出ております。わなびば上の5階会議室です。多数の皆さんのご参加をお待ちしています。 CGS をご覧の皆様に応援グッズのご紹介です。この度なんとですね CGS と龍馬プロジェクトを応援する応援酒国勢10足というお酒を作っていただきました。これを作っていただいたのが今日お越しいただいてます杉田ハウジング代表の杉田寛一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。須さん、このお酒は一体どういったお酒なのか少しご説明いただけますでしょうか。このお酒はですね、兵庫県の伊丹市にあります伊丹追松酒造株式会社のお酒でございます。皆さんご存知のように、このお酒は江戸時代、江戸幕府の方に収められてたという由緒正しいお酒なんですね。今回は CGS と龍馬プロジェクトで活躍されている神谷さんに何かこう応援できる、また別の形があるんじゃないかということで、この由緒あるお酒をですね、ぜひ商品として販売できたらなと思って作成しました。これはまた追松酒造の社長さんもね、ぜひ協力したいということで一緒のコラボができたということで実現した商品でございます。はい、お酒の名前も国税10足ということで、龍馬プロジェクトで掲げる政治の目標をこっちなんかですね、1足から10足まで全部ですね、一本一本書いてあるという、我々の思いを伝える、お酒になっておりますし、ぜひこのお酒を飲みながら我々政治談義とか、ね、日本の未来を語り合っていきたいと思います。そうですね、ぜひ語っていただきたいですね。はい、美味しいお酒なのでよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。本当にスポンサーにもなっていただいて、こういった応援グッズも作っていただいて、なかなか頭が上がらないんですが、期待に応えられるよう頑張りたいと思いますので、ぜひ番組のご覧の皆さんもこの国税10足、ホームページの方で買えるようになっておりますので、ぜひご購入いただきまして、皆さんで飲んでいただきたいと思います。菱田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。